山本由伸、意味不明な理由で試合が中断する。日本時間14日、ジャイアンツ対ドジャースの試合で先発した山本由伸投手が意味不明なことに巻き込まれて試合が一時中断したことが話題となっている。山本投手は審判にグローブを注意され、一時審判とドジャースのスタッフと共に話し合う場面があった。ナイキのロゴの白い部分が指摘されたと思われるが、なぜ試合が中断されるほどまで注意されたのかは MLB からは説明されていない。なんでかは MLB の発表を待つしかないけど、 MLB は道具から自身の身体まで結構厳しいな。今まで大丈夫だったのに今更何がいかんかったんやろ。昔江川がアディダスグローブの白の3本線を注意されてたことあったな。グローブ規制まであるんだ、ルール覚えられないよ。こんな意味不明なルールにこだわってないで審判として他にやることあるだろ。なん癖だと思うけど白いマークだとボールと紛らわしいかも。絶対同じようなグローブの選手いっぱいいるだろ。なんじぇ今球チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。